トランスサイレチン、またはトランスチレチンは、血清、または脳脊髄液中で、甲状腺、ホルモンチロキシンとレチノールに結合したレチノール結合タンパク質を運搬する運搬体タンパク質である。トランスチレチンという名称は、その機能に由来する。トランスチレチンは、肝臓から血中へ分泌され、脈絡層から脳脊髄液へ分泌される。 TTR は以前はプレアルブミンと呼ばれていた。これは TTR が電気営動ゲル中でアルブミンよりも早く営動されるためである。トランスチレチンは18番染色体に位置する TTR 遺伝子によってコードされる。トランスチレチンは血清中では他の2つの甲状腺ホルモン結合タンパク質と共に機能する。TTR は脳脊液中では T4 の主要な輸送体である。TTR は、血中と脳脊髄液中で、レチノール結合タンパク質と結合することで、レチノールの輸送体として無機能する。TTR の T4 結合部位には、多くの天然物や薬剤、毒物などが結合することが知られている。TTR は55桁のほも4両体で、2両体同士がさらに2両体化した4次構造を持つ。 TTR は肝臓、脈絡層、網膜色素上皮で合成され、それぞれ血流、脳脊髄液、目へ分泌される。各単量体は127残機のポリペプチドで、ベータシートに富む構造を持つ。二つの単量体は、ベータシートの末端のベータストランドを介して結合し、伸長したベータサンドイッチ構造を形成する。この二体がさらに向かい合って二体化することで、 ほモ4両体構造と2つの T4 結合部位が形成される。この2つの T4 結合部位を形成する2両体マイナス2両体間相互作用面の結合は弱く4両体の乖離過程ではこの相互作用面の乖離が最初に生じる。TTR の誤ったホールディングと凝集は老人性全身性アミロイドーシス家族性アミロイドポリニューロパチー家族性 アミロイド心筋症などのアミロイドーシスと関係していることが知られている。TTR4 両体の乖離は、アミロイド繊維形成過程の立足段階であることが知られている。しかし、TTR が誤った蓄積を起こすためには、単両体の部分的編成も必要であり、これによってアミロイド繊維を含む様々な凝集体構造が形成される。野生型の TTR も ミスフォールディングと凝集を行い、差を引き起こすが、TTR の点変異は、変異体と野生型の TTR サブユニットから構成される4、両体を不安定化し、より容易に乖離や、ミスフォールディング、アミロイド形成を促進することが知られている。30番のバリンのメチオニンへの痴漢は、ファップと関係する最も一般的な変異である。 122番のバリのイソロイシンへの痴漢は、アフリカ系アメリカ人集団の3.9%が保有しており、ファクの最も一般的な原因である。差は80歳以上の集団の25%以上が影響を受けると推計されている。疾患の重症度は変異によって大きく異なり、一部の変異は10代以前に疾患を引き起こす重篤なものとなるが、他の変異の影響は、 もっと穏やかである。TTR のアミロイドの蓄積は一般的に細胞外に観察されるが、心臓の心筋細胞では、細胞内にも明確な蓄積が観察される。家族性の TTR アミロイドーシスの治療は、歴史的には、肝移植に依存しており、大きなくくりでは遺伝子治療である。TTR は主に肝臓で産生されるため、 変異型 TTR 遺伝子を持つ肝臓を正常遺伝子の肝臓で置き換えることで体内の変異型 TTR のレベルは移植前の5%未満に低下する。しかし中枢神経系のアミロイドーシスを引き起こす変異では変異型 TTR は脈絡層で産生されるため肝移植による遺伝子治療の効果は見られない。2011年欧州医薬品庁は ファップの症状の緩和に対して、タファミジスを承認した。ビンダケルは TTR4 両体に、速度論的安定化をもたらして4両体の乖離を、防ぎ、自律神経系や抹消神経系、心臓の機能低下を防ぐ。TTR には、アミロイド β タンパク質に結合するという有益な副作用もあると考えられており、アルツハイマー病の初期段階であるアミロイド肺への、 アミロイド β の蓄積傾向を防ぐ。アミロイド肝の形成を防止することで、細胞は、この有害な形態のタンパク質を取り除けるようになると考えられ、それによって、疾患の予防や治療につながる可能性がある。アミロイド繊維の形成過程は、有意と分裂を終えた組織に変成をもたらし、ファップと、おそらくファク野菜を引き起こすことを示す。 強力な遺伝学的及び薬理学的データがある。観察されるタンパク質毒性をもたらすのはアミロイド化の過程で形成されるオリゴマーであることを示す証拠が存在する。脳脊髄液中の TTR のレベルは統合失調症など一部の神経疾患の患者で低下していることも知られている。脳脊髄液中の TTR の減少は統合失調症患者の脳で チロキシンの輸送が低下していることを示している可能性がある。トランスチレチンはグラドメインを含むことが知られており、そのためトランスチレチンの産生はビタミン K を必要とする翻訳語就職に依存している。しかしビタミン K の状態と甲状腺機能の関係は研究されていない。2015年3月の段階でアメリカ合衆国と世界各地で TTR アミロイドーシスの治療法の評価のための2つの臨床試験が進行中であり、募集が行われている。トランスチレチンはパーレカンと相互作用することが示されている。ありがとうございます。